練習いりませんよ。ハロー、アサギーニョです。ハロー、くまみきです。今日はなんとライブに行きます。やったー。誰のライブでしょうか。3、2、1。はい、ゆきちゃん。そうです。ライブに行けるなんて思ってなかったから嬉しい。ねえ、なんで階段下りながら喋れるの、すごくない？さすが歩きながら喋る神や。そう、さっき歩きながら喋るのすごいねってディスられましたけど、今着いたね。グッズ販売、イエーイ。頭が一緒すごい本当に知らないですか。髪型がおそろってなんです。今からね、ご飯食べに行く。腹減なんだ、うちらは。腹減だ。早く食べ物食べないと。死んじゃ、カラヘイじゃライブは楽しめない。せや、探すぞ。飯食らうで。くま先生の嫌いな食べ物は何ですか。辛いものです。好きな食べ物は何ですか。肉。お肉、お肉を食べください。くまみき先生、壁で冷えてます。気持ちいい。夏の熱中症対策、壁にペトってやって冷やすっていうね。すごい。8位。満腹になりましたので、今からライブに行きます。もう飛び跳ねたら全部出てきそう。始まったよ。いいでしょう、ね、くまみきちゃんがゆきちゃんのライブのチケットを入手してくれました。さすがくま先生。行ってきます。ます。何撮ってんのよ。ピアスとネックレスのお揃いだ。見てー、かわいい。いやー、もうくま先生かわいいんだから。駅ライブ終了しました。泣いたー。ねえ、くま先生泣いてた。泣いたー。手がちぎれるぐらい振ってた。汗べたや。すっごい可愛かった。よかった。さあ、ジャンプしすぎてさ、ブラトップ落ちてたんだよ。落ちた。やばい。弾けましたね。弾けました。良き日曜日でございました。うん、じゃあまた明日も見てね。バキュー。何言ったの。バキュー。たった一つの光、願い込めて、君の声届けて、星屑サンセット。美味しかった。美味しかった。